皆さんこんにちは。幸せチャンプルーの時間です。パーソナリティのオタクリスチャンメグーとボラハンターのヨシニーです。そして愉快な仲間たちです。この番組ではゲストのお話やゴスペル音楽、その他いろいろなコーナーを通して、本当は身近である教会、世界のベストセラーである聖書を紹介したい、そんな思いでお届けしている番組です。番組ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しています。聖書や教会への疑問・質問、イベントへの問い合わせなど、お気軽にメールをお送りください。また応援メッセージもお待ちしています。メールアドレスは幸せ780@gmail.com、 siawase780@gmail.com。 アドレスはすべて小文字です。どしどしお送りください。この番組は隣人キリスト教会の提供でお送りいたします。それでは今日も心温まる幸せチャンプルーをお楽しみください。あなたのそばに今行きます。すべてを捨てて今行きます。あなたのそばに今行きます。私のすべて捧げるために十字架で許さ、こんにちは。何ですか、悲痛な声を。悲痛な声に聞こえました。はい、悲痛なんですよ。悲痛なんですよ。私、ちょっと愚痴っていいですか。マジマジコロナ許さねえって感じなんですけど、本当は今頃私東京にいて推しのコンサートに行ってるはずだったんですよ。あの刀剣乱舞ってね、あの番組でも何回か私が紹介してるんですけど、そんな番組だった。日本刀をあのイケメンに擬人化してそれをなんかまあ育成するみたいなゲームがあるんですけど、それの舞台がありまして、でコンテンツもいっぱいあるんですよ。元は原作はゲームなんですけど、舞台とかミュージカルとか、まあ、アニメとかいろいろあるんですけど、それをもう今後あるかどうか分かんない一世一代のイベントなんですけど、東京ドームを貸し切って、その交わるはずのない舞台とミュージカルをガチャンコにして大演練会っていう、もう超でっかい舞台をやろうみたいな話があったんですよ。はい。コロナのせいでなしになっちゃって、マジあいつ許さねえって感じなんですけど。オタクリスチャンのメグのオタクリスチャンプリを発揮してますけど、飛行機 もうホテル もうチケットを取れるという信仰を持って先にホテルも予約してたんですけど、もうキャンセルになっちゃって、あーって感じなんですけど、コンサート自体はなくなってしまったんですけれども、まあ、社長さんが何らかの形にしたいって言ってくれて、この間その舞台裏みたいな感じであの出演する役者さんたちを40人ぐらいいるんですけど、なんかこう一人一人カメラをリモートで控え室からコメントみたいな感じでやってくれて、それ生放送でね楽しむことができたんですけど、まあ、いい時代に生まれたよね、本当によかった。元気な役者さんたちの顔が見れてよかった。ちょっと情緒が不安定ですけど。まあ今リモートで
リモートで世界とつながると。今ので思い出す、そういえば昔まだ東京にいた時に急に久しぶりに連絡よこしてきたと思ったら、なんか曲を、曲を送ってきて、これのコードをつけてくれって言い出したよね。それ、それ刀剣乱舞だよね。そう、刀剣乱舞。ミュージカルのこの曲を私も弾きたいってなって、コードを起こしてくれっていう。久しぶりに連絡来たなと思ったら音源が送られてきて。超何年かぶりぐらいに連絡したのか、それ、みたいな。で、弾ける？弾ける。おめでとう。コードつけて送り返してあげたんですけど。はい、どうすか、ユシ、ね、にもなんかそういうリモート。あー、そうですね。ちょっと最近ね、まあ、自分も趣味が、まあ、結構いろんな趣味あるんですけど、うん、まあ、ボール半立ってるからまず釣りなんですけど、うん、まあ、ちょっと釣りはね最近してなくて、うんうん、まあ、それ以外にもボードゲームとかを最近よくやるんですよ。いいね、ボードゲーム。うちで集まったりして、うん、ただやっぱりこれもコロナでちょっとうちで集まってやるわけにはちょっといけないなと思って、ね、うん、ただ今の最近結構日本でねボードゲーム流行ってるんで、うんうん、まあ、インターネットでそのボードゲームができるサイトみたいなのがあるんですよ。へー、それをちょっとまあ利用してやろうと思って、うん、でもやっぱちょっと話したりしながらやりたいじゃん。それで知らない人とはできるんだけど無言で、まあ、それだけだとちょっと寂しいんで、うちの、ね、妹と妹の旦那と、うんうん、まあ、ラジオにも出てもらったことあるんですけど、うんうんうん、もうボードゲーム好きなんですよ。それでプラスその2人の今日友達がねボードゲーム2人以上に好きなのがいて、で前何回か一緒にやったんだけど、うんうんうん、今度じゃあちょっとズーム使って話しながらそのボードゲームできるサイトでゲームしようって言って、うんうんうん、ね、先週の日曜日、ちょうど超最近先週の日曜日月曜日が祝祭日だったんで、うん、やろうって言って6時からネットで集合して、夜中2時までやってましたね。めっちゃバカじゃないかと思うんだけど、楽しそう、いいな。いや、ちょっとね、ずーっとやってましたちょっとね、もうちょっと早く切り上げる気だったんだけどなかなか終わろうとしないから。だって夕方6時から夜中の2時までは長すぎるよね。やばいね。やばいよね。言い出したのは俺なんでちょっとやりづらいんですけど、それで楽しんでるようで何よりでございます。楽しみました。はい、メグさんはどうですか？リモートっぷりは他にも何かありました？あ、そうね。なんか最近そのうちの教会の中高生たち。ファニーガールズたちがいるんですけど、ファニーガールズたちと、まあ、教会にもあんまり来れてないし、そうね、最近会ってないですからね、忙しいって感じなんですけど、じゃあみんなでちょっと LINE でグループでこう通話をつないで、うん、なんか集まろうよみたいな話をして、うん、みんなで集まってちょっとしたゲームとかやってたんですけどなんか、中高生なりに抱えてるいろんな悩みをね、進路のこととか聞いたんですけど、大体日本の政治に対して愚痴ってましたね日本の政治は女からんたらみたいな感じでおうおうおうって感じだったんですけど、お祈りし、まあ、お祈りしなさいって言ったね。まあね、彼らなりにね、いろいろ国のことを考えてるんだなっておばちゃんはちょっと感心してましたおばちゃんですはい、そんな感じですね。はい、じゃあ1曲そろそろ行きましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ今日の1曲目はハレルヤミュージックで全てが新しい。
ハレルヤミュージックで全てが新しいでした。続いてのコーナーは、マサコの部屋。主婦であり、母であり、牧師であるマサコが皆様の生活に役立つ聖書の言葉、御言葉をご紹介するコーナーです。今日の御言葉は、箴言14章1節から。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。ということですね。はい、それでは雅子先生、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。まず、ユダヤ人のジョークを紹介したいと思います。この果たされた約束っていうことなんですが、ちょっとお読みしますね。ジョナサンは一生懸命働き、生涯節約に励みました。お金をせっせと貯めることが何よりも好きだった彼は、死ぬ直前、妻のサラにこう頼みました。サラ、私が死んだら私のお金を全部棺に入れてくれるか？来世にもお金を持ってきたいんだ。約束してくれるね。サラは約束しました。間もなくジョナサンは亡くなり埋葬された後、親友のレベッカがサラに尋ねました。ねえサラ、まさかジョナサンのお金を全部棺に入れるような愚かなことはしなかったわよね。サラは答えました。私は夫と約束したのよ。私は良いユダヤ人だし嘘はつけない。彼のお金を全部棺に入れたわ。レベッカは驚き、本当に彼のお金を全部棺に入れたの？ええ、確かに、とサラ。全部棺に入れた後、それを取り出して私の銀行口座に入れておいたわ。ニコッ。どうした今ちょっとサラが乗り移ってましたけど。ねえ、本当に賢いと思いません。約束は守ったね、確かにサラさんはね。約束を守って。でもね、埋葬されて、せっかくのお金がね、ダメになるよりは、生きてる人が活用した方がずっといいじゃないですか。まあ、楽しそうね、まさこちゃん。今までのコーナーの中で一番生き生きしてる。一番生き生きしてる。お金の話大好きみたいな。まあ、ね、まあ、この最初の人類、アダムとエヴァはね、神様創造され、まあ、この世の中に人間、男と女しかいませんよね。せやな。そう。そして、まあ、人類に罪が入ったきっかけっていうのも、やっぱり女性なんですよね。エヴァさんがサタンに誘惑されて、アダムを誘惑して、食べてはいけないという木の実を食べさせた。まあ、だから、この人類上、女性っていうのはすごいなんか、キーマンというか鍵になる、かなと思って、まあ、エヴァが創造されたそのきっかけもアダムが一人ぼっちでかわいそうだから誰か助け手になる人がいないかなってことで助け手として女性が創造されたんですけれども、まあ、
一番最初に読んでくれた、知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。あの箴言というね、あの聖書の中の箴言、まあ、戒めの書で、私たち日本人にはとても馴染みやすい書なんですね、まあ、うん、日本人はことわざとかね、うん、そういうのが大好きなので、はいはい、そういう感じで書かれたところが、箇所がその箴言なんですが、この書の中には結構女性に対しての厳しい部分っていうのかな、うん、女性に対しての辛辣な、うん、あの言葉が結構あるんですね。まあ、その一つ、まあ、いくつかを紹介すると、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。ボロクソ言うじゃないですか。はい、それとか、あの妻のいさかいは滴り続ける雨漏り、はあ、で争い好きな女と社交場にいるよりは屋根の片隅に住む方が良いと。うん相当辛辣です ね、そういうところがあるんですね、うん、でもまたあの逆の言葉もあって、しっかりした妻は神様からの贈り物だと、うん、で箴言のこの 最後の書には、麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし死を恐れる女は褒めたたえられると。うんね、だから本当神様をしっかり見上げて、神様に従っている時に、まあ、賢い妻となり、あの素晴らしい家庭を築くことができますよというね、まあ、助言なんですけども、まあ、そのためにもやっぱり神様からの知恵がとても必要かなと思うんですね、うんうん、でこの神様の知恵がいっぱいギュッギュッと詰まっているのが、まさにこの聖書そのものなんですね、うん、ですから、まあ、あの家庭の、まあ、核となるのはやっぱ夫婦関係ですよね。で聖書の中に、まあ、別の章ですけども、妻は夫に従いなさいって言葉があるんですね、うん、で日本はどっちかというと夫婦関係というと亭主関白っていうのがね昔からあって、うんうん、まあ、それをあの言うと、聖書の中に夫は妻に従い、おお亭主関白を応援しているというようなね印象を受けるんですけども、うんうんうん、でもそうじゃないんですね。夫である頭である夫は神様に従いなさいという条件があります、うんうんうん、そして妻である夫は妻に対して妻を愛しなさいという条件があるんですね、うん、で私たちも夫婦喧嘩をした時に夫に従えと言われた時に、でもね夫に従うのには愛されてるっていう、愛されてこそ初めて従えるのよってね言い返したことがあります。かっこいい。まず愛されてるっていうのが条件です。いい、まあはい、すごいね、したたかね。夫に従う条件はまず愛してくれないとダメなんですっていうね。女性はね、まあ、愛されて、妻は愛されてね、夫に心から従うことができるんですが、まあ、そんな感じでやっぱり今夫婦関係が崩れてるっていうのも、その秩序がこう崩れてる、うん、どっちかというと亭主関白じゃなくて、カカア殿下が今優勢を多いです ね、 ですね、最近はね。だからどうしてもカカア殿下よりはやっぱりね、うん、あの聖書は亭主関白でも、亭主関白でもやっぱりそこに愛情があふれている。だから賢い妻であるためにも、やっぱりこう夫であるね、あの男性をうまく上手にコントロールしながらやっていくと家庭円満かなと、うん、まあ、うん、その秘訣もみんな聖書に書いてありますから、うん、皆さん読んでください。これちょっと女性の皆さんは後ほど個人的にね、雅子先生に連絡を取るといいと思います。で、まあ、ちょっと一つのエピソードなんですけども、まあ、この隣人教会が今の場所に移ってきたのが5年前なんですね、うん、その前は那覇にありました。でもう建物が老朽化していることと、駐車場がないということで、やっぱり引っ越しを考えたんですね、うんうん、でもうその移転先をもうみんなであちらこちら約10年近くかかって、うん、いろんなところを見に行ったんですけども、うん、なかなか決定打がなかったんですね、うん、で私はどうしても那覇にこだわって、で牧師である吉田先生は郊外でもいいんじゃないかとか、もう本当に2人の中で意見が分かれ、うん、で夫人たちもいや絶対那覇がいいというし、もういろんな意見がわーってあったんですね。
で5年前にこう紹介されたとこう地図を見た時にパッとあここだって感じたんですね、うん、そしたらそれがこの豊見城だったんですね、うんうん、で、まあ、そこに移転するにあたってもやっぱり教会みんなの総意が必要なので総会を開きました。そして皆さんここに移りたいと思うんですがいかがでしょうかって言った時にみんな全会一致でいいですねって手を挙げたんですね。でその中の信徒の人の決め台詞がなんと牧師先生と私が一致したこれこそまさに神様の御心ですこれが印ですってそれまで相当噛み合わなかったんですねそうですもう奇跡だって言われてますだから奇跡を回りされてるだからその方が一致したってのがまさに奇跡だっていうことでねまあ今の場所にね神様建ててくださったというねそりゃ信徒もねもううなずかざるを得ないよねまあだから本当に男女の関係また夫婦の関係の真ん中にやっぱ神様がいてくださらないとうん、うん、まあ全てはうまくいかないぞっていうね、はい、そういう話でしたなんか途中なんか手のひらで転がすとかなんとか言ってたからそう、 うまい具合持っていきましたねありがとうございますちゃんとオチもつけていただいてあさすがはい、じゃあ浅香先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、続いてもう一曲紹介したいと思います。ヒルソング日本語の CD からあなたが言う通り。ヒルソング日本語から
あなたが言う通りでした。続いてのコーナーは、シャーシャちゃんいらっしゃい。はい、このコーナーでは毎回素敵なゲスト幸せちゃんをお招きして、なぜそんなに幸せなのか、何があなたの人生を変えたのか、幸せの秘訣を聞き出そうというコーナーです。今日も素敵なゲストに来ていただいております。今日の幸せちゃんはこの方です。はい、ヘブンズチャーチの成田大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、ということで先週に引き続き夏休みの課題消化みたいな課題こう課題しばらくじゃ課題消化が続くんですかね、はい進学科の1年生ということで来ていただいております。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか成田さん、なんかクリスチャン系のなんていうの、雑誌っていうの、何あれ、ああ雑誌、ね、クリスタ、クリスチャンスタイル、クリスチャンスタイル、そうそうそう、に取り上げられるぐらい素晴らしい証を持っているという噂をっていうハードルを上げておく。ハードルを上げていて上げすぎ。まあまあでも最初はね、ちょっとまずクリスチャンの経緯っていうかね、はい、この最初のその生い立ちからちょっと話してもらえれば。はい。生い立ちは、まあ、家族構成、何人兄弟とか、はい。ああ。家族は、兄弟が3人います。お姉ちゃんと弟、うん、で自分が真ん中で。真ん中なんだ。はい。うん、で母親とおばあちゃんとで、いるんですけど、今はおばあちゃんと弟と、3人で暮らしてます。はい。で元々は岩手県出身で、東北。ずいぶん遠くから。かなり北の寒い方から来ました。で小6ぐらいまで、小学校6年生ぐらいまでは岩手で過ごして、でも本当に卒業間際というか、うん、12月の冬ぐらいに沖縄に 転校してきて、でそこからずっと沖縄に住んでますので、もう沖縄の方が長いです。そうですね、はい、うんうん、じゃあもううちなんちゅ、もう、はい、うちなんちゅです。もう沖縄の方が住みやすいですね、はい、救われた経緯、はい、そうですね、教会に、まあ、行く、まあ、生まれた頃から行ってたわけではないってことですよね。ではないですね、はい、じゃあその行った経緯とか、行った経緯、なんか記憶に一番古い記憶で、このイエス様っていうかキリスト教となんか触れたのが、なんかトラクト配られてて、小学生の時だったんですけど、でそれで何かこう十字架についている人がいて、でもなんかすごいいいメッセージが書いてあったんですよ、うん、このなんかすごい祝福みたいなことが書いてあって、なんでこんな痛そうなのにこんな素晴らしいこと書いてあるんだろうとかっていうのはちっちゃい頃思ってました。へえ、はい、それはちっちゃい頃ってどれぐらいとか。結構もう小学校低学年とか。あ、じゃあ岩手で、うん、岩手でそんな記憶がありました。へえ、なので何かどこかにこうなんか引っかかるというか、気にはなってたみたいな。うーん、はい、そこから、じゃあ沖縄に来るまではもうそれだけですか、なんかそのキリスト教になんかちょっと触れたみたいなところは。それぐらいですかね。なんかクリスマスのイベントとかも特に行ったこともなく、はい、なく、はい、特に、うんうんうん、ただ母とおばあちゃんがそのカトリックの学校に行ってたみたいで、全然クリスチャンではないんですけど、なんかそういうむしろクリスチャンというよりもなんかちょっとなんか嫌がってるというか、うん、宗教嫌みたいな感じだ、学校に行ってたんだけどなんか宗教は嫌だみたいな感じでした。で自分がもう一度福音を聞いたのが沖縄に来てから、うん、中学生の時に友達ができて、韓国人の友達だったんですけど、お家に呼ばれて行くと、その韓国人の友達のお父さんが牧師先生で、うん、でイエス様信じたら救われるんだよっていうことを語られました。うん、すごい、遊びに行ってもそこをそんな話したんですか。
何回か遊びあ何回かそれはちょっとねさすがにね友達来たよ、うん、じゃあって言ってお父さん喋り出しさすがにちょっとねそうかそうかそうか、はい、まあでもすごい仲良かったんで呼ばれたら行ってたみたいな、うん、遊びに来てみたいな礼拝もそんな感じでしたね、で礼拝にも行ってたんですか。礼拝にも行ってました、うんうん、でそこからその韓国人の友達とつながっているまた別のクリスチャンスクール の, 子供たちというか同級生ぐらいなんですけど、はい、そういう人たちと出会ってで一緒に音楽やるようになって、うん、そこからまた関わりを持ってまたクリスチャンスクールでそういう集会があったら呼ばれたりとかして福音を聞くチャンスがたくさんありました。うーん、はい、あ、じゃあ音楽もそこから触れていく感じなんですか。そうですね、それまでも実は音楽はすごい音楽が好きっていうかなんか歌うのが好きで、うん、小学校の時から、はい、結構小学校の時はすごい明るい性格でみんなの前で歌ったりとか、すごい、そういうなんか陽気な感じです、ね、陽気、めちゃくちゃ陽気ですすごい陽気な性格で、ただ小学校の時ってずっと小さい時から一緒のメンバーじゃないですか、うん、その中でだったら陽気なんですけ ど,、うんうん、なるほど、外に出るともう超シャイでもう何にも喋れなくなる、うんうんうん、なのでもうその岩手でめちゃくちゃ仲いい友達から離れて沖縄に来た時のこの自分の沈み具合がすごすぎて、うん、うわーしんどい、それはしんどい、全く喋れない 学校生か、うん、青春を送ってましたね。中学に上がってもそんな感じ。中学に上がってもそんな感じでした。じゃあそんな中でできた友達がその韓国人だったんですね。韓国人、自分から友達になっていけない性格だったので、うん、友達を作っていけない性格で、で韓国人の方は結構向こうから来てくれるというか、うん、それがすごい自分には合ってたみたいで、そこで仲良くなってでこの福音を聞くというか、うん、そういうチャンスが与えられました、うんうんうん、はい、なんか最初ちょっと圧強いなみたいな感じじゃなかったちょっと申し訳ないけど圧が強すぎて最初はもう、うん、ちょっとやめてくれと思ってましたそうだった、うん、いやうちの教会にもね CCC ってその韓国の大学生がよく、ね、まあ、毎年来てたんですけど、ね、結構ねぐいぐい皆さん来るからいや韓国人強みたいなみんながみんなそうじゃないけど、ね、いや、まあ、もちろんね、もちろんね、最近の男なんかみんなシャイな方とかも多いけど、ね、そういうこともいますね、はいあ、じゃあそこからどんどん福音に入っていったんですね。そうですね、はい、うん、そこから福音に入っていきました。で、まあ、今の教会ヘブンズチャーチにつながったのもそのクリスチャンスクールのでできた友達つながりで、うん、そこのヘブンズチャーチにの方もなんていうんですか、クリスチャンスクールと関わりを持っててです、なんかつながっていったみたいな、はい、すごいなんかつながりが、そうつながりが感謝のことに与えられて、うん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 、はい、それがいつぐらいですか、もうヘブン、もう今の今日クリスチャンスクール、クリスチャンスクールの子たちと遊んでたのはもう 中学校高校ぐらいで、ヘブンズチャーチに行き始めたのは卒業してからですね、高校卒業後行きました。でこの神様の話とかこの 、はい、自分の救い主とかっていうのはもうすぐ受け入れられたんですか、その体験っていうかはっきり分かったタイミングみたいなのがあったんですか。いやー、なんかはっきりっていうのはなかったですね、うん、なんか徐々にっていう感じで、うん、うん、なんか本当に少しずつ関わりの中でって感じうん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 、うん、だから中学校の時福音聞いてたけどちゃんと信じてたわけじゃなくて、で高校に行っても途切れなかったそのクリスチャンスクールの友達たちとの関わりの中から少しずつこう福音を聞いてイエス様信じてみようかなってなっていった感じですかね、はい、特にね やるべきことも決まってなくて高校卒業後とりあえずなんか教会に
足を運んでたみたいな感じ。じゃあもう最初はもう教会がっていうよりもただ友達がいるから教会に行くっていうような感じだったって感じですかね。大体、はい、圧が強いんですよ、そのクリスチャンの友達は圧が強い。自分から友達を作れない性格だから、うん、圧が強いクリスチャンに引っ張られるみたいな。断れない性格なんで、ちょっと。はいはいはい、はい。圧も大事なんですね。圧大事だね。ちょっと迷惑かなとかね、思っちゃうからね。あんまり遠慮しないでね。でもいいかもしれないね。なんか結構、やっぱ中学校卒業すると、高校に入るとやっぱみんな部活だったりとかなんとかとかやりたいことが増えて教会に来なくなったりっていう若い子たちって結構多いと思うんですけど、そんな中でね、成田さんはずっとその圧の強い友達に引っ張られて、はい、つながり続けられたっていうのは感謝。今圧の話しかしてないけどいいかな。ちょっと一回曲いこうかな。あ、はいはい、お願いします。はい、じゃあ一曲聴いていただきたいと思います。フォーギブンで私が悩む時も。フォーギブンで私が悩む時もでした。シャシャシャンいらっしゃい。はい、はい、今日は成田大地さんにゲストとして来てもらっております。なんかね、前半の方では圧の強い韓国人と
クリスチャンの友達に連れられて、はい、教会につながることができたっていう話を聞かせてもらったんですけれども、はいはい、それからなんか信仰決心したっていうか、なんていうんですか、神様と本格的に出会ったことっていうのはあるんですかね、そのエピソードっていうのは。固まってしまった、うん、なんか当時はもうなんだろうな、何にすがりついたらいいか分かんないというか、何か知らない不安というか、うん、死に対する恐怖もたくさんありましたし、うん、なんか自分の力では自分の家族を守っていくこともできないし、なんか、なんだろう、とりあえずすごい不安で、うん、不安の中にいましたね。でも教会に行くようになってその不安が取り去られたというか、イエス様を信じることで何かな、安心感が与えられたような気がしますね。そう、なんか、うん、あ、そう、なんかこう神様の話を聞いたときに、なんか自分の気持ちをうまく自分で伝えられないというか、分かってほしいけどこ うまく人に伝えることができないというか、で誰にも分かってもらえない気持ちを抱えてたんですけど、なんかそれもなんか分かってくれてる存在がいるんだというか、自分のことを自分よりも分かってくれてる存在がいるっていうのを、この教会に通い始めてこう神様の話を聞くようになって、で日常生活でもそのことを考えるときになんかそういう思いになってきて、で自分よりも自分を分かってくれてる存在がいるっていうことがすごい自分にとっての出会いかな、うんうんうん、その心に訪れてくれたというか、そんな感覚でしたね、はい。その感覚って本当になんか分かんない、分かってる人じゃないと分かんないですよね、うん、なんかそういう死に対するさっきもちょろっと言ってたんですけど、はい、死に対する恐怖だったりとか、特に多分そのね、高校卒業しての時期とかってすごい多感で、将来のことだったりとか、うん、家族のことだったりとか、うん、いろんなこと、なんか何に不安になるのか、そんなに自分はっていうぐらいどこからか不安がやってくる瞬間ってすごくあると思うんですけれど、それをなんか大丈夫だよって言ってくれる存在がいるんだみたいな、自分のこと分かってくれるんだみたいなさ、そういう感覚って本当になんか出会わないと分かんないんだよねそう、私もじゃあ私の話しちゃうんですけど、実際には会ったことないんですけど、よくゲームでオンラインでよく一緒に遊ぶ子がいるんですけど、みんな高校3年生とか中学生とかですごいもうそういう悩みをいっぱい抱えてる子たちで、よく進路相談とかされるんですよ。私も将来どうしたらいいかなみたいな、私に聞くって感じなんだけど、リアルを見てないからそうそう、はいはい、なんですか、そう、まあ、そういうね、なんか将来の不安とか抱えてる子たちとかいっぱいいて、話も聞いてるから、なんかもう教会に行こうよって言ってしまえば簡単なんですけど、まあね、そういうわけにもいかず、そうなんだそうなんだっていつも話聞いてるんですけど、そういうお年頃の時にちゃんとそういう神様に出会えたっていうのは本当に幸いですよね。そうですね、うん、受け入れてくれる存在がいるっていうのは本当に大きい幸いですね、うん、何言っても許されるからね友達に相談するときはちょっとね、あんまり人の悪口言うわけにもみたいなところもあるかもしれないけど、はい、神様は何言っても許されるから何言っても許される、語弊が語弊が多少あるんですけれどもまあでもわかる、私もしょっちゅう喧嘩受けるから、ね、何でも言いたいこと言えるからねやっぱり人間だったらね、そうは言ってもやっぱり言えないことがやっぱりあるし、うん、でさっき言ってたけど、言いたいけど自分でもこの伝えられない、うん、相談し、まあ、聞いてくれるよって人はもしかしたら、ね、いるかもしれないけど、
でもその何を悩んでるかを伝えきれないですよね。なかなか、はい、あるあるある。でも神様にはそこをね、もう何も気にしないで言ってもいいし、で、うん、言葉が足りなくても通じるし、うんうん、すごいありがたい。それね、日本語下手くそすぎても祈りの言葉もなんかなんていうお祈りしたらいいんだろうみたいな時もあるそうです、ね、あるけど、もう言わずもがなみたいな感じだね。そうですね。言いたいことも詰まりすぎて、なんか感情だけがめっちゃわかる。うん、それがなんかどんどんこう自分の中でも整理されていって整えられていって、うん、自分の口でも言えるようになってくると、うん、今度周りの人たちとも分かち合えるようになるから、うん、本当に神様が自分の内面を癒してくれたっていうのはすごい感じますね、うんうん、クリスチャンになって、うんうん、自分こんなになんか病んでたんだみたいないや、まあ、高校生とかそういう時期だからやっぱ、うん、あれなんだけど、やっぱもともといた環境から移ってきて、うんうん、本当に落ち込ん でそこからずっと這い上がれず、こう、うん、結構なんですか、今の言葉で言ったら陰キャみたい なんか、うんうん、陰キャね陰キャみたいなずっと陰キャで、なんかコンプレックスもすごいし、なんか、うん、コンプレックス、コンプレックス自分すごかったですね。なんか、あの、人と喋れないとか、うん、勉強もできないし運動もできないし、なんか、うん、なんか多分自分の中の思い込みなんですけど、自分はもうなんか人よりずっと劣ってるんだっていう思い込みの中で生きてきて、でだからなんかこの人たちと関わるのはなんか申し訳ないみたいな、うんうんうん、なんか元気なグループあるじゃないですか、なんか、うんうん、陽キャの陽キャのグループあるじゃないですか、ね、この人たちと関わ自分にはふさわしくないみたいな、うん、なんか自分から遠ざけてって、逆になんかそれを正当化して、あんなやつ別に関わる あれもねえやみたいな、うん、っていうなんかそういう時代もあったし、うんうん、小学校の頃は人前で歌っちゃうぐらい陽気だったのに、そうなの、そうなの、そうなの、なんか急になんかこっちになっちゃった自分で知らない間に傷がね、うん、傷があるっていうことも気づかなかったですね、うんうんうん、ちょっとそれ、うん、気づかなかったですね。まあ、多分でもね、そのこっちから見たら元気で悩みもなさそうに見える人でも、うん、本当は悩んでたり苦しんでたりしてるんだよね、うん、はい、でもなんかやっぱりクリスチャンじゃない人ってそれ解決する方法がないから、うん、もう正直見ないことにしてるだけかなとは思うんだけど、もう忘れるようにというか、うん、ね、感じてない、だからそのうちにね、本当にある意味分からなくなって、うん、まあみんなそういう風に生きてるのかなとは思う。そうですね、塞いで見ないようにして、そうそう、今ではそのコンプレックスっていうのはもう、はい、大丈夫ですね、もう多分たまにたまになんか、うん、なんか昔のね、古いなんか、うんうん、あ、こんな感じしてたなみたいなのも ありますけど、うん、でも今はもうなんかそれも乗り越えていけるぐらい神様が、うん、強くしてくれたかなって思ってます。よかった、はい、保護者あれ、あめちゃんあげようか、でもそれからはもうず、今はね、あの進学校に通ってるぐらい熱心に求めていらっしゃるんだけど、はい、あの進学校に行こうって思ったきっかけとかもあるんですか。あ、はい、あの実はクリスチャンになった時に、献身しますっていうことを牧師先生に告げた時に、でも献身って自分の中で牧師になるっていうことしかなくて、うん、神様にこう自分は仕えていきたいけど、神様に仕える方法って何だろうって考えた時に、自分の中で牧師しかなくて、うん、じゃあ牧師になろうみたいな、うん、そこでもう、じゃあ、ちょっと牧師はじゃなくて、じゃあなろうってなったんですか。じゃあなろうってなってしまって、かっこいい、かっこいいすごいね、うん、全然牧師の大変さとか何もわからなくて、うん、ただもうなんか神様に全部の自分の人生を捧げるんだったら牧師っていうのしかなくて、で本当にじゃあなろうってなって、うん、でそこからもういろいろ、あの、何年か経ってこう今沖縄実践神学校に通わせていただいておりますけど、はい、へえ、すごいね、決断力、あの、先輩ですよねあのいや、正直なところ私は進学科ですけど、
いや、牧師になる気は一ミリも今んとこないですね。いまだに拒否して。それを公共で言っちゃう。いや、もうずっと言ってるもん、なんかもう、牧師にはならんぞとか言って。あ、やばい、牧師先生相手。そんなこと言ってるうちに時間なくなってきたんで、そろそろ。ね、いろいろね。ちょっと僕をここまで書いてくれたのは神様もなんですけど、教会の牧師夫妻であったり関わってくれた方々の、本当に 愛を受けまくって、ここまで成長というか、まあ、回復できたなと思って、それを感謝したいです、はい、この場を借りてこの場を借りてお借りします。でも感謝したいです。本当にね、結構この悩んでたり苦しんでたりすると教会に来てくださいっていうふうに聞いてる人たちがいると思うんだけど、うん、でも最初だから自分が悩んでるのか苦しんでるのかわからないから、もう本当にね、ただ関係なく一回まず教会に来て一回聖書を読んで神様に出会ってみてもらえればな、ね、そしたらやっぱりそこから、あ、本当は自分傷ついてたんだとか、本当は自分苦しんでたんだってなんかね、わかると思うんで、だから、ね、今は別に悩んでなかったとしてもね、ぜひね、来てほしいなって、聞いてほしいなって思いますよね。思います、はい、ありがとうございます。最後の、ああ、そうなの？はい、じゃあ最後に質問、成田さん、あなたは今幸せですか？幸せです。ハレルヤ、ね、ありがとう。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。ぜひね、幸せになりたい人は神様のことをもっと聞いてもらえれば、知ってもらえればと思います。思春期真っ盛りな君も待ってるよ。はい、じゃあ、それではお時間になりましたね、それではお別れの時間になりました。ラジオをお聞きの皆様、今日の幸せチャンプルーはどうでしたか？一つでもあなたの心に触れる言葉があれば幸いです。聖書の中で神様はこう言っています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたは神様に愛されています。あなたも神様の愛を知って幸せちゃんになりませんか？明日は日曜日です。神様のことをもっと知りたい、聖書の教えを学んでみたい、悩みを聞いてほしい、祈ってほしい、そんな方はいませんか？教会はあなたを歓迎します。どの教会に行ったらいいのかわからないという方はご連絡ください。お近くの教会をご案内します。もちろん私たち隣人キリスト教会もあなたを歓迎しますよ。隣人キリスト教会の住所は富城市マダン橋 467-1、 電話番号は 098-996-4533 です。また聖書が欲しいという方は無料で郵送いたします。幸せ780まで、幸せ780@gmail.com までご連絡ください。この番組は隣人キリスト教会の提供でお送りしました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。 God bless you。Yeah.